工藤茂則は日本のフルート奏者、東京音楽大学教授を務めるとともに、ソロを中心に世界中で活躍している日本を代表するフルート奏者の一人である。北海道札幌市西区生まれ、10歳の時、札幌公共楽団主席フルート奏者、佐々木信弘に出会い、レッスンを受ける。北海道札幌月間高等学校を経て、 東方学園大学ディプロマコースでは、峯岸総一に指示。1975年、卒業を待たずに、フランスへ留学し、パリ音楽院のランパルのクラスで学んだ。1979年1月、フランスのリール国立管弦楽団に入団し、首席フルート奏者となる。1979年パリ音楽院終了。1987年に、 ディール国立管弦楽団を対談し、活動の比重をソロへ移すとともに、パリのエコールノルマル音楽院教授となる。2004年までにリサイタルを中心に40カ国180以上の都市で演奏した。オーケストラとの共演も NHK 交響楽団をはじめ国内ほとんどの団体及び海外の30を超える主要な団体と行っている。CD の録音は、 ソニークラシカル、ビクターエンタテインメントなどのレーベルで60種類以上があり、ランパル工藤茂則、夢の共演は1988年度文化庁、芸術作品賞を受賞した。1997年、NHK 教育テレビフルート講座、趣味悠々の講師を務めた。1983年から、ジャンピエール・ランパル国際フルートコンクール審査員。 1987年から2009年まで、斉藤記念オーケストラ首席フルート奏者。1990年から、ミ戸室内管弦楽団首席フルート奏者を、務めている。2013年3月、オーケストラアンサンブル金沢の特任首席奏者に、就任。趣味はスキーで、SAJ1 級。アルペンスキーのオリンピック強化選手に選ばれたことも、ある。 ありがとうございます。